歩いているのは私のかみさんです。右足に障害を抱えており、リハビリを兼ねて川沿いの道を歩くのが日課となっています。神さんの散歩に私もできるだけ付き合うようにしています。私自身の健康のためでもあります。何せ最近お腹の出っ張りが目立ち始めましたから。4年前、神さんは脳梗塞で倒れました。右手右足に麻痺が残り、4ヶ月の入院生活を送りました。それでも退院した後もリハビリを続け、孫の入園式の名札の縫い付けができるまでに回復したのです。風も爽やかな朝、いつもの道を歩いて猿滑りの木の前にあるベンチで一息ついていると、野鳥のさえずりが賑やかに聞こえました。かみさんが猿滑りの裏から出入りしているシジュウカラに気がついたのです。シジュウカラは子育ての最中で、アオムシやケムシをくわえてきてはヒナに与えているのです。室を覗くとヒナが口を開けて親鳥を待っているのが確認できました。思わぬ出来事に散歩の楽しみが増えました。親鳥の鳴き声がせわしなくなってきました。巣の中に入ろうとはせず、餌も与えません。ヒナの巣立ちを促しているんですね。ヒナたちの巣立ちももうすぐです。春の長雨に閉じ込められる日々が続きました。ヒナの巣立ちが気になります。この雨の中を巣立ったのでしょうか。どうやら無事に巣立ったようです。私たちも以前の日常生活に戻りました。私の料理の腕前も随分上がりました。もっともご覧のように最新式電子レンジのおかげですけどね。物忘れが増えてきたかみさんのために
その日のメニューを書きます。無駄な買い物もなくなりました。了解。加熱の延長ができますよ。結構です。夏休みに入り、横浜から小学校1年生の孫が遊びに来ました。夏休みの宿題をかみさんとやっていますが、勉強の方はどうもパッとしませんな。神さんに似たんでしょうかね。その代わり遊びにかけては天才的で、先生からも褒められているそうで、そこで今日はポーカーの挑戦を受けることに。いいぞ。いいね。3枚。はい、すいません、3枚お願いします。ジジババのところへ遊びに来るのも今のうちだけですよ。あと 1,2 年もすれば来るのはお正月、お年玉をもらいに来る時だけ。まあどこの家でもそうですけどね。そうしてみんな巣立っていくんですから。サルスベリの花が今年も見事に咲きました。来年は四十からの子育てを孫にも見せてあげたいと思っています。サルスベリのある道、そこが私たちの散歩道なのです。